休憩前に引き続き会議を開きます。質疑並びに一般質問を続行します。32番西川博史君。それでは岐阜市民クラブを代表して順次お尋ねをいたします。まず質問に入る前に私からもクラブを代表してこの度関東東北地方記録的な豪雨により災害に遭われまたお亡くなりになられました皆さんにお悔やみとお見舞いを申し上げます。一刻も早い復旧復興を祈るものであります。それでは質問に入らせていただきます。中心市街地の活性化に関連していくつもについてお尋ねをいたします。まず最初に柳瀬の活性化についてお尋ねをいたします。本市における中心市街地の活性化につきましては中心市街地の活性化に関する法律の施行に伴い、平成13年3月に75に及ぶ事業を定め、岐阜市中心市街地活性化基本計画を策定して以来、構造改革特別区域の認定、都市再生緊急整備地域の指定など、継続して本市の重要かつ喫緊な課題として積極的に取り組んできたと認識しております。現在は都市再生緊急整備地域に指定されている岐阜駅北地区及び柳瀬通り周辺地域と新たな集客拠点を形成する議題跡地周辺を核とする約170ヘクタールの区域とした2期中心市街地活性化基本計画に平成24年10月より取り組んでいるのはご案内のとおりであります。8月21日の新聞紙上に緑の金華通りにとタイトルで学生が市街地活性化のアイデアを提案する記事が掲載されておりました。これは岐阜メディアコスモスから JR 岐阜駅までの金華橋通り約3キロを緑あふれる南域道とする提案でございますが、中心市街地の活性化に対する市民の関心はかつてないほど高まっており、今後も本市の重要な課題として積極的に取り組んでいく必要があるものと考えております。多くの市民が待ち望んでいたみんなの森、岐阜メディアコスモスが開館いたしました。岐阜メディアコスモスについては、岐阜市にとっては夢を育み、飛躍を期待できる事業として私も非常に関心を持ってきたところです。開館前に雨漏りなどのトラブルもあり、維持管理について懸念していたところですが、無事開館を迎えられたことはよかったのではないかと思います。今後も維持管理は万全を期すようにまず指摘をしておきます。開館後は多くの市民に利用され、新たな意外が生まれつつあると感じております。新しい図書館では、利用者の掘り起こしもできているようでありますし、全体として想定を上回る成果を上げつつあるものと認識しております。また、岐阜メディアコスモスの南では、新庁舎の設計が進められております。8月からは
新庁舎建設タウンミーティングも開催されているようでありますし、引き続き市民の意見を丁寧に聞きながら進めていただきたいと思います。庁舎が岐阜メディアコスモスの南に移転することにより、相乗効果も生まれるでしょうし、さらなる賑わいが生まれることと期待するところです。一方、岐阜駅北口周辺では、すでに大きな賑わいが生まれております。駅前広場や歩行者用デッキの整備、民間の方々の努力により完成した再開発ビル、さらに賑わい創出のため、様々なイベントなどによる成果ではないかと考えています。また、駅周辺の歩行者数の推移を見ますと、通勤、通学など、平日の歩行者数の増加に加え、休日の歩行者数も増えております。これは、岐阜駅周辺が単なる鉄道への乗り換え地点としてでだけでなく、回遊の拠点、散策の拠点として大きく飛躍し始めているのだと考えます。県と岐阜市の玄関口として、また元気な岐阜市の顔として、今後も着実な発展を期待するところであります。そうした中、私が危惧しておりますのは、柳瀬地域であります。柳瀬という地名は、岐阜城や鵜飼とともに全国のネームバリュームがあり、柳瀬の価値を高めることが、岐阜市の発展にとって不可欠であると考えます。柳瀬地域は新たな賑わいが生まれつつあるつかさ町周辺と、すでに大きな賑わいが生まれている岐阜駅周辺の間に挟まれる形となっています。その柳瀬地域において、かっての華やかさを取り戻し、賑わいを再生することが最後に残された大きな課題であると考えます。柳瀬地域の活性化には、高島や南地区の再開発事業などによる街中居住の誘導、商工観光部が行っている柳瀬商店街の空き店舗対策事業など、着実に効果を上げている事業を継続して行う必要がございます。しかし、活性化の鍵を握るのは、私は人が集まるインパクトのある核となる事業ではないかと考えます。例えば、空きビルとなっているセンサや長崎屋など、旧大型商業施設の跡地活用、さらには今後庁舎の移転に伴い発生する本庁舎、南庁舎跡地など公共空地の整備であります。またそれらの事業は行政だけでなく民間の活力、投資をうまく組み合わせ、事業効果を最大限に引き出すことも重要な視点ではないかと考えます。まあ、そこで、市長にお尋ねをいたします。中心市街地の活性化において、最後に残された課題である柳瀬の再生について、市長の思いをまずお聞かせをください。また関連して、理事兼財政部長にお尋ねをいたします。中心市街地の活性化のためには、民間の力を最大限に引き出したとしても、やはり行政として何らかの財政指導が求められると考えます。岐阜大学医学部
跡地等の整備においても事前の一策として基金を設置し計画的に積み立てておいたことがメディアコスモスや新庁舎整備の建設計画を後押ししたことは間違いないところであります。そこで、これから利活用の構想を策定する現本庁舎や南庁舎などの跡地整備、および柳瀬周辺整備など、今後想定される財政事業に備えて新たな基金を設置する考えはないかお尋ねをいたします。関連して、庁舎の移転に伴う現本庁舎や南庁舎など跡地活用について企画部長にお尋ねをいたします。私は昨年の9月定例会において跡地の活用の方法などについてお尋ねをしたところ、活用に向けての基本的な検討方針として、にぎわいの創出、連帯につながる都市機能、幅広い民間活力の活用など、5つの方針が示されるとともに、じっくり時間をかけ、市民の方々のいろんな意見を聞いていくとの答弁があったところであります。しかしながら、この跡地活用は、中心市街地における新たなる賑わいを創出していくため、岐阜市の重要なプロジェクトであります。利用計画の決定までは一定の時間があると伝え、して、伝え、私としては、跡地の利活用が賑わい創出の起爆剤となることを期待しているところであります。このプロジェクトの推移は片時も目が離せませんし、注視していきたいと思っております。そこで企画部長に現在の状況と今後の予定についてお尋ねをいたします。また、現在進められている高島や南地区の再開発事業について、都市建設部長にお尋ねをいたします。高島や南地区の再開発事業は、柳瀬地域の再生はもとより、中心市街地活性化の起爆剤として、大きな役割を担うものと期待しており、今後も積極的に推進していくべきだと私は考えます。高島屋南の再開発組合は、施工区域の拡大を含め、特定業務代行者と参加組合を募集、組合員を募集したと伺っておりますが、現在の状況と今後の予定についてお尋ねをいたします。さらに、まちづくり推進部長にお尋ねをいたします。現在策定されている2期中心市街地活性化基本計画においては、1期の総括を踏まえ、柳瀬の活性化を主眼に取り組みを進めることとされております。柳瀬地域のにぎわい再生には、関連する事業を集中して取り組むことが何よりも重要であり、祭りづくりにかかる施策の比較調整をする役割、さらには一歩進んだ総合的にプロデュースする役割が重要ではないかと考えます。中心市街地の活性化は、喫緊の課題であるとして、平成18年より、
まちづくり推進部に担当審議官を設け、業務を統括するとともに、岐阜市、新居井、町公社が唯一の中心市街地整備推進機構に認定され、事業の推進を支援する主体としての役割を担うことになったと記憶しております。本年8月24日には、岐阜市新居井町公社が中日ビルに移転したことから、今後も事業推進を支援する主体として、柳瀬地域の活性化に大きな役割を果たしていただけるものと期待をしております。そこで、まちづくり推進部長にお尋ねをいたします。柳瀬地域のにぎわい再生に向け、どのような方針で、どのような戦略をもって、活性化を進めていかれるのか、お尋ねをいたします。また、柳瀬地域に移転した一般財団法人、岐阜市にぎわい町、にぎわい町公社は、事業の推進を支援する主体として、どのような役割を担っていくのか、お尋ねをいたします。次に、立地適正化計画の策定についてお尋ねをいたします。去る7月30日に、第160回岐阜市都市計画審議会が開催され、第2次都市計画道路見直しと立地適正化計画の策定についての報告がありました。都市計画道路の見直しについては、第1次都市計画道路の見直しに引き続くもので、2カ年で計画を策定し、順次地元に入っていくとのことです。都市計画道路にかかっている土地所有者の方々には、長年にわたり土地の権利に一定の制約がかけられているわけでありまして、都市ビジョンとの整合を図り、実効性のある都市計画とするため、見直しの議論を進める必要があると認識しております。都市計画審議会に専門部会が設けられ、私も専門部会に参加することとなりましたが、市民のご意見を伺いながら、丁寧な議論を進めてまいりたいと考えております。一方、立地適正化計画の策定についてでございます。昨年8月、改正都市再生特別措置法が施行され、市町村は立地適正化計画を策定することができるとされました。この立地適正化計画は、市町村がコンパクトシティの実現を目指し、住宅と医療施設、福祉施設、商業施設、その他の居住に関する施設などがまとまって立地するよう誘導を図るもので、公共、交通と連携したまちづくりを行うものであるとの説明がありました。すでに本市では総合計画や都市計画マスタープランにおいて、多様な地域規格にある都市構造を将来都市像に掲げ、今後の人口減少や高齢化といった社会状況の変化を見据え、持続可能な都市を目指していることから、大変重要な役割を担う計画になるでは、なるのではないかと認識しているところであります。
そこで都市建設部長にお尋ねをいたします。立地適正化計画が生まれた背景、本市における役割、そして今後のスケジュールについてお尋ねをいたします。最後に薬用作物の産地化についてお尋ねをいたします。近年急速な高齢化の進展やテレビ、インターネットなど高度情報化社会の到来により、国民の健康に対する関心が年々高まっています。実際に私の自宅周辺でもドラッグストアのチェーン店が次々とオープンしており、多種多様な医薬品や健康食品などを買い求める消費者が増えているように感じられます。こうした中、日本では近代以降西洋医学が主流となり、医療技術や医薬品が発展を遂げ、医療機器が高度化している一方で、最近では東洋医学の一種である漢方医学に基づいた漢方薬の効能が注目され、医療現場のみならず日常的な利用が広がっております。この漢方薬について調べましたところ、薬草や薬木などの薬用植物をそのまま利用したり、切断、乾燥、加熱などの加工、調整したものが製薬となります。その製薬をいくつか組み合わせて作られた薬品が漢方薬であり、自然治癒力を高めることにより、多様な症状に対して効果が発揮されるとのことであります。しかしながら、農林水産省の資料によると、この漢方薬の原料となる製薬は、輸入量の7割、輸入金額の8割が中国産であるとのことですが、中国国内における需要増や乱獲による自生の薬用植物の減少、あるいは生育環境の保全等を目的とした輸出制限などの理由から価格が上昇しているようであります。このような状況を踏まえ、漢方薬メーカーでは国内生産によるリスク分散や安定供給を希望しているところでありますが、薬用作物の栽培は耕作放棄地の活用や高齢者の雇用の場につながるものとして大いに期待しているところであります。去る8月26日に私が何気なくテレビをつけたところ、中部地区の民放テレビ番組において本市の薬用作物の産地化に向けた取り組みをここにお見えになる市岡農林部長が紹介をされておりました。この番組の内容は、薬用作物の栽培状況や販路開拓に向けた企業訪問などでありましたが、本市においても今年度から市内の農業者による薬用作物の栽培が開始されたことには、私も大変興味があり、地域の活性化や農業所得の向上などに貢献ができる取り組みであると注目をしております。そこで農林部長に2点お尋ねをいたします。1点目、薬用作物の産地化に取り組む背景と、これまでの
取り組み、経緯について2点目、薬用作物の産地化に向けての今後の進め方と将来ビジョンについて以上お尋ねをいたします。以上で第1回の質問を終わります。市長細江重光君。ただいまの中心市街地における柳瀬の問題についてのご質問にお答えをいたします。まず中心市街地といいますのは、商業の中心であったり居住の中心であったり、あるいは公共施設などが、集約されている、集積されているということで、生活空間であったり交流の場であるとともに、歴史や文化などが、伝統などが育まれてきた、いわゆる町の顔だと、こういうふうに言えるんだろうと思います。こうした特性を持ちます中心市街地のさまざまな機能をさらに増進させること、また経済活力の向上というものは、その地域全体の振興を図る上では大変重要であります。中心市街地のほぼ真ん中に位置をいたします柳瀬は、来訪者に多様な都市サービスを提供する場所であるとともに、多くの市民の人たちが自分の町と自然に思い浮かぶ、自分の町を自覚させてくれる、そんな存在であろうというふうに思います。これまで本市におきましては、中心市街地の魅力と活力を向上させるために中心市街地活性化基本計画を策定いたしまして、国から一期計画を平成19年の5月に、また平成24年の6月には二期計画をそれぞれ認定をしていただいております。その計画内容につきましては、岐阜駅周辺などにおきます市街地の再開発事業、岐阜駅前などにおきます都市基盤整備事業、駅前広場整備などです。空き店舗対策などの商店街の活性化事業などでありまして、ハード・ソフト両面から一層の充実を図っているところであります。成果といたしましては、岐阜駅周辺地区におきましては、岐阜駅北口駅前広場整備の促進が図られるとともに、市街地再開発によりますツインタワーの完成によりまして、にぎわいの創出と街中居住というのが着実に進行したというふうに思います。また岐阜大学の医学部と跡地周辺地区におきましては、本市の新たなシンボルとなりますみんなの森岐阜メディアコスモスが7月18日に開館をしたところでありまして、地絆文化の拠点として多くの市民の皆様方にご利用をいただいているところです。入場者数はすでに25万人を超えまして、1日あたりの利用者数は当初想定は平均で1日あたり平均3000人を想定しておりましたが、今のところ実績としましては1日あたりの平均利用者数は約4500人ということでありまして、年間利用者100万人とした目標も達成をできるものと期待をしているところです。特に若い方々にご利用いただいておりまして、図書館の貸し出し利用者のうち40歳未満の利用者の割合は、従来昔前の図書館におきましては約 30% が40歳未満の方の貸し出し利用者でしたが、現在は 60% ということで、40歳未満の利用者の割合が倍増しているということになりまして、ここを拠点として静かなるにぎわいが創出をされているというふうに思っております。一方でご指摘のように柳瀬におきましては、商店街関係者などによりまして積極的な取り組みがさまざま進められております。今月もお化け屋敷をはじめといたしまして、サンバカーニバル、夜空カフェ、柳瀬ジュラシックアーケード、サンデービルジングマーケットなどのイベントが開催されるなど、多くの方々が柳瀬に足を運ばれまして、商店街と来訪者の定期的な交流の機会が生まれつつあるというふうに感じております。このうち今年の9月にスタートしましたサンデービルディングマーケットは、
商店街の空き店舗に出店をしたいと考える30代から40代の若い創業希望者にとっては顧客作りの場となり、また来訪者にとっては商店街の新しい魅力の発見の場となっておりまして、会を重ねるごとに出店者や来訪者が増えているということであります。さらに柳瀬におきましては、高島や南地区の市街地再開発事業の実施主体であります再開発組合が設立されたところでありまして、この事業は人が集まるインパクトのある核となる事業として、街中居住、にぎわい再生の促進など柳瀬の魅力向上に大きく貢献してくれるものと考えております。本市といたしましても、岐阜駅周辺や岐阜大学跡地等周辺におけるにぎわいというものを柳瀬へ波及させる、そのための回遊性を向上させることが重要であります。柳瀬の魅力を高めるために、大規模で画的事業となります再開発事業から小規模な既存建物の利活用の検討まで、多様なテーマへの対応あるいは課題の解消に向けて商店街関係者などと連携を図りながら、引き続きその取り組みの支援に努めてまいりたいと考えております。それによりまして、それらの総合的な効果として、柳瀬のにぎわいを創出させ、中心市街地全体の活性化を図ってまいりたいと考えております。理事兼財政部長、丹治克行君。中心市街地活性化にかかる財政面についてのご質問にお答えいたします。本市では大規模な財政需要が見込まれる事業につきまして、事業実施年度の経常的な市民サービスに影響を及ぼすことなく円滑に実施できるよう計画的な財政運営に努めており、その一環として基金の活用を図っているところでございます。そこでご質問の現本庁舎や南庁舎など公共施設の跡地整備にかかる基金の設置についてでございます。中心市街地活性化のためには、民間の力を最大限活用することが基本となるものではありますけれども、現本庁舎跡地などの公共空地活用の方向性によりましては、行政における一定の財政出動が伴うものであり、そのための備えの必要性につきましては認識をしております。また高度成長期に整備された公共施設の老朽化対策が喫緊の課題となっており、現在その指針となる公共施設等総合管理計画の策定に取り組んでおりますが、他の自治体と同様、本市におきましてもその対策に膨大な費用を要することが見込まれているところでございます。こういった状況を踏まえまして、現本庁舎などの公共施設の跡地整備や公共施設老朽化対策など、幅広い公共施設整備にかかる財政需要に対する備えとして、新たな基金の設置に向けて検討してまいりたいと考えております。企画部長、牧賀野俊明君。庁舎の移転に伴います現本庁舎や南庁舎などの跡地活用の現在の状況と今後の予定についてのご質問にお答えをいたします。去る7月18日、中心市街地活性化基本計画の北部エリアにみんなの森岐阜メディアコスモスが開館いたしました。メディアコスモスの来館者数は25万人を超え、多くの市民の皆様の利用によってにぎわいが生み出されております。このメディアコスモスのにぎわいをそこに留めておくことなく、南に位置する柳瀬に向けて人の流れを生み出し、柳瀬ににぎわいを波及させていく必要があると思っております。そのためにはメディアコスモスと柳瀬の中間に位置する現市庁舎の跡地が担う役割は大きなものと考えております。跡地の活用につきましては、議員ご案内のとおり、
5つの基本的な検討方針として、まず今申しましたとおり、にぎわいの創出、連帯につながる都市機能を掲げるほか、今後の社会的変化も考慮した長期的な観点、ライフサイクルコスト等将来負担の観点、幅広い民間活力の活用、そして公共施設マネジメントの観点から検討することとしておるところでございます。さて、跡地活用の今後のスケジュールにつきましては、新庁舎の完成が平成32年度に予定されておりますので、その後2年程度をかけまして現庁舎を通り壊し、およそ平成35年度ごろにスタートできるものと考えております。このため平成29年度末までには跡地活用の基本方針を策定し、平成30年度から34年度にかけて基本計画と基本設計並びに実施設計を完了するよう、今年度から本格的な検討を開始し取り組んでいるところでございます。議員ご質問の1点目、跡地活用にかかる現在の状況でございますが、今年度は跡地活用検討に必要な基礎調査を実施する計画であり、8月には調査業務について委託契約を締結し、多都市における庁舎等の跡地活用の先進事例調査や現庁舎跡地における民間開発の可能性を確認するため、岐阜市内外の民間企業等の現庁舎跡地に対する開発意欲などの意向調査などの調査を実施をしているところでございます。次に議員ご質問の2点目の今後の予定でございますが、今年度はこの調査業務のほか、庁舎跡地活用への市民の皆様のニーズや意向を把握するために10月に市民アンケートを実施をいたしたいと考えております。この市民アンケートは、これから岐阜市を担う若者たちの意見もお尋ねできるように対象を16歳以上とし、市民の方に直接郵送するとともに、庁舎窓口などに設置をし、来庁舎などを対象として庁舎跡地をどのような場所とするのが望ましいか、どのような施設や用途が望ましいかなどをお尋ねすることとしております。また市民参加のワークショップを実施し、庁舎跡地活用について幅広く市民の皆様のご意見をいただくとともに、いただいたご意見を分析してまいります。来年度平成28年度は市民ワークショップを継続開催するほか、学識経験者や各種団体の方々からなる外部委員会を設置し、基本構想案について専門的な見地からご検討いただくことを予定をしております。合わせまして 町内におきましては、基本構想案を議論するための検討チームを立ち上げ取り組んでまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、庁舎跡地の活用は議員ご案内のとおり、中心市街地におけるにぎわい創出にとって重要なプロジェクトでございますし、庁舎跡地、柳瀬、メディアコスモス、それぞれがにぎわいの拠点となり、そこに人が回遊する動線が生まれれば、線が点と点をつなぎ、エリア一帯が面として活性化するものと考えております。こうしたことから、庁舎跡地の活用につきましては、議会も含め市民の皆様と共同で活用方法のあらゆる可能性について議論し、民間活力も借りながら構想を策定してまいりたいと考えております。都市建設部長、後藤和弘君。はじめに、高島屋南地区市街地再開発事業に関する2点のご質問にお答えいたします。本市の中心市街地の顔である柳瀬は、長期にわたる停滞が続いている状況であり、柳瀬の活性化は本市にとって喫緊の課題と認識しております。このような状況の中、自分たちの手でにぎわいを取り戻そうと、長年地域の皆様が柳瀬の活性化のためにさまざまな活動に取り組んでおられます。その一つが高島屋南地区市街地再開発事業であります。高島屋南地区では長年にわたる取り組みが実り、昨年10月に地域の皆様の悲願であった高島屋南市街地再開発組合が設立されました。さらに今年3月に開催された組合の臨時総会において、施工区域拡大の方針を決定し、
柳瀬地区のさらなる活性化に向けて大きな一歩を踏み出されたところであります。1点目の現在の状況についてお答えいたします。高島屋南市街地再開発組合では事業の中核を担う特定業務代行者と参加組合員を今年5月14日から8月27日まで募集し、現在学識経験者を含めた委員会や組合において選考のための提案内容の審議を行っていると伺っております。審議の結果につきましては今後組合から報告が届き次第皆様にお知らせしたいと思います。2点目の今後の予定についてお答えいたします。組合は決定した特定業務代行者と参加組合員との建築計画などの提案協議を経て、今年度中に施工区域の拡大を伴う都市計画変更の手続きに入る予定であります。今後も柳瀬の活性化とにぎわい創出に向けて高島屋南地区の市街地再開発事業を推進支援してまいります。次に立地適正化計画の策定に関する3点のご質問にお答えいたします。1点目の立地適正化計画が生まれた背景についてでございます。平成18年2月に国の社会資本整備審議会が取りまとめました答申、新しい時代の都市計画はいかにあるべきかにおいて、人口減少や超高齢社会の到来による今後の都市の在り方として集約型都市構造の必要性が初めて示されました。その後急激な人口減少と高齢化の局面を迎え、拡散した低密度な市街地において町の持続性を確保することが困難な状況が予想されるため、都市全体の観点からコンパクトな町づくりを進める手法として、昨年8月に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されたものと認識しております。この立地適正化計画は集約型都市構造という町づくりの方向性を見据えながら、現在の市街化区域の内側に住宅の立地を進める居住誘導区域と、その中の核となる区域に医療、福祉、商業など生活に関する利便性の立地を進める都市機能誘導区域を定めるものであります。それらの区域へ人口や都市機能を時間をかけて緩やかに誘導するとともに、公共交通ネットワークを都市の軸として位置づけ、まちづくりと公共交通が連携した持続可能な都市構造の実現を目的としております。2点目の本市における役割についてでございます。本市では国が答申を示す以前の平成15年12月に策定した岐阜市総合計画基本構想岐阜躍動プラン21において拡散型から集約型のまちづくりに転換するため、将来都市像として多様な地位格のある都市を掲げました。その後平成20年12月に策定した岐阜市都市計画マスタープランにおける集約型都市構造の形成や、今年3月に策定しました岐阜市地域公共交通網形成計画における公共交通を軸に都市機能が集積した歩いて出かけられる街を将来の街づくりの方向性として示しているところであります。立地適正化計画は本市が目指す将来都市像を実現させるための具体的な手法として有用であり、重要な役割を担う計画となると考えております。3点目の今後のスケジュールでございますが、立地適正化計画策定に向けて今年8月に庁内検討プロジェクトチームを設置いたしました。現在まちづくり方針の検証や誘導施策を検討するため関連計画の整理などを進めているところでございます。今後は市民意識を把握するための調査を実施するとともに、都市計画審議会のご意見をいただきながら今年度末をめどに計画の素案を作成し、市民の皆様から広くご意見を伺ってまいりたいと考えております。立地適正化計画は総合計画にある都市内分権や地域づくりの方向性、また岐阜市地域公共交通網計画、岐阜市地域公共交通網形成計画にある将来の町の姿などと密接な関係にありますことから、関係各部と連携を図りながら計画策定に向け取り組んでまいりたいと考えております。
まちづくり推進部長佐野義信君。2期中心市街地活性化基本計画について2点のご質問にお答えします。1点目の柳瀬地域のにぎわい再生に向けての方針と戦略についてですが、1期岐阜市中心市街地活性化基本計画では市街地再開発事業や駅前広場整備などの画期的事業を着実に進めたことで岐阜駅周辺におけるにぎわいの創出、町高居住を推進することができました。一方、柳瀬においては町の魅力を十分に高めることができず、岐阜駅周辺におけるにぎわいを柳瀬へ十分に波及させるには至りませんでした。このことから2期岐阜市中心市街地活性化基本計画ではにぎわいの創出と町中居住の推進を基本方針として現在取り組んでいるところです。一つ目の基本方針にぎわいの創出では柳瀬の町の魅力向上、岐阜駅周辺のにぎわい増大、議題跡地周辺のにぎわいの創出、柳瀬と岐阜駅周辺、議題跡地周辺との回遊性向上の4つを基本戦略としております。その中で柳瀬の町の魅力向上と柳瀬と岐阜駅周辺、議題跡地周辺との回遊性向上については、市街地再開発の促進、集客施設の整備、地域出店の促進、魅力あるイベントなどソフト施策の実施のほか、公共交通の充実とレンタサイクルの活用などに取り組んでまいります。また2つ目の基本方針、町中居住の推進では、住宅の供給、町中居住のための支援、生活環境の整備の3つを基本戦略とし、居住者によるにぎわいの創出や商業の活性化につなげていきます。今後も引き続き柳瀬の魅力を高めるとともに、柳瀬と岐阜駅周辺、議題跡地周辺との回遊性を向上させることにより、にぎわいを柳瀬に波及させ、中心市街地の活性化につなげていくよう事業を推進してまいります。2点目の岐阜市にぎわい町公社の事業の推進を支援する主体としてのどのような役割を期待しているかというご質問についてですが、議員ご案内のとおり、本市では平成18年8月に岐阜市にぎわい町公社を中心市街地整備推進機構に指定しました。中心市街地の活性化を推進するためには、行政や住民などを含めた多様な主体による協調的な取り組みが不可欠であるため、中心市街地整備推進機構である岐阜市にぎわい町公社には積極的にこれら関係者の利害関係や要望を調整するなど、中心市街地における各種事業の円滑な事業化を支援する主体としての役割を担うことを期待しているものであります。この度岐阜市にぎわい町公社が活動の拠点を柳瀬に置くことにより、今まで以上に商店街と密接な関係を構築できるため、中心市街地の活性化に向けたさまざまな活動やイベントを支援する主体として、さらなる活躍が期待されます。農林部長市岡光明君。薬用作物の産地化についての2点のご質問にお答えいたします。本市は奈良時代の歴史書である日本書紀によりますと、西暦685年天武天皇の時代に百済の僧侶を美濃の国に派遣して、オケラという薬草を煎じて作らせたとの記述がありますことから、製薬業発祥の地と言われております。また岐阜薬科大学には研究施設として薬草園が設置されており、栽培環境が整っている状況であります。こうしたことを踏まえ、薬用作物の産地化に向けた取り組みを始めたところであり、
昨年度はその市場性、有効性を調査するため、岐阜薬科大学、岐阜大学、JA 岐阜など連携して、岐阜市薬用作物産地化調査プロジェクト会議を設置、6回にわたり協議を重ねました。本プロジェクト会議では、薬用作物を取り巻く現状と課題の把握に努めるとともに、企業へのヒアリングやアンケート調査、生産者への説明会や研修会などを開催いたしました。その結果、薬用作物の産地化にあたっては、系統の明確な種苗の確保や、栽培技術の確立、販売先となる企業ニーズの把握、栽培する生産者と農地の確保などの課題が明らかとなりました。このような課題を解決するため、今年の1月に、生産者組織として岐阜市薬用作物栽培協議会を設立するとともに、3月には有料種苗の提供や栽培指導員の派遣を目的に、公益社団法人東京生薬協会及び独立行政法人医薬基盤研究所と本市の間で三者協定を締結いたしました。こうした経緯を踏まえ、今年度から市内2カ所の農地で、桔梗、西湖、ハトムギなど9品目の栽培に取り掛かったところであります。次に2点目、薬用作物の産地化に向けての今後の進め方と将来ビジョンについてであります。先に申し上げましたとおり、現在9品目の栽培に取り組んでいるところでありますが、産地化にあたっては栽培技術の習得と種苗の増産が重要であります。そのため、栽培協定を締結いたしました東京生薬協会からの栽培指導員の派遣により、生産者に指導していただくとともに、本市の気候、土壌などを考慮した栽培マニュアルを作成して、栽培技術の確立を図ってまいります。一方、販路の開拓も重要でありますことから、随時関係企業に収穫物や栽培状況などを示し、収益税などを考慮した上で販売先を選定していきたいと考えております。こうした取り組みの進捗状況につきましては、有識者や農業団体などで構成する岐阜市薬用作物栽培推進会議において管理する中で、生産拡大や販売戦略などの方向性を見出してまいります。さらにこれらの取り組みを継続し、将来的には本市の農業者が生産した高品質な薬用作物を製薬メーカーなどに対して安定的に供給できる仕組みの構築を目指してまいります。いずれにいたしましても、薬用作物の栽培は農地の有効利用や新たな産地ブランドの創出に効果的な施策でありますことから、農業経営の多角化や栽培面積の拡大により農業所得の向上や地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。32番、西川博史君。それぞれ答弁ありがとうございます。最初に、柳瀬の活性化でありますが、これについては今中心市街地盛んにあって、これ、メディアコスモスの、日にちのずっと何に入ったり、今非常に、あるメディアコスモスにぎわいが出ております。その後どういう動線で人が行くんかなという思いをしたときに、今回はこれが20万人という非常にたくさん あそこへお見えになったという、ただあれは夏休み等の効果も含めてでありますので、ただあそこによっても行くとこがないと、特に中心地空いてしまっとる、もう本当にいいかなと。岐阜駅の方は、皆さんご存知のように、玉宮町通りは非常に、若い人が集まる、これは夜ですが、
そういった中、やはり一番危惧するのは柳瀬なんです。柳瀬は、私は岐阜市でいやブランドだと思うんです。昔から柳瀬ブルースで、まあ夜の街という部分でありますが、やはりこれを昼にどうやってこう集めるかが最後の私は課題であると。ちょっと市長にも、本当はやる気の部分はもうちょっと聞かせて、欲しかったんですが、やはりこれが最後に残された課題、やはり中心地だけお金を使うというのも、これはやはり、川北等々、そっちの方等については、やはり今どういったお金を使うんだという部分を含めて言われます。だからそのためにはきっちりそういった基本構想を作る。まあ企画部長が今回2年かけて基本構想を作ると。これは跡地。多分中心地も入ってく、柳瀬周辺も入ってくるだろうと私は思います。やはりプロジェクトチームを省内でまず作って、それから第三者の検討委員会2年ありますので、アンケート、その中身を十分検討して、やはりきっちりした岐阜市の将来の街づくり、これを作れば、県との顔として中心地は動いてくると思います。今、新庁舎の話が多いんですが、やはり、壊してから、ここの建物を壊してから、どうしようやなしに並行して、やはり、あそこをどうする、ここをどうする、全体のやはり、そういった構想を作るのが、私は企画部だと思います。そのためには、ぜひ、そういった構想をしっかり練っていただいて、将来の、岐阜市の顔、ぜひ作っていただきたいと要望をしておきます。まあ、他にちょっと時間がありませんので、ちょっと、かいつまんである。薬用の作、これ非常に、私は作るのはいいんですが、やはり、その、薬、それとメーカーさん、作る薬のメーカーさん、そこへの販路が一番大事だと思うんです。いくらここで、どんどん作っても、売れ先がないと。それをやはり、農林部、しっかり、私はテレビに撮ったアルプス薬品とか、いろいろ、いろんな薬品会社の名前が出ておったんですが、やはり、そういった販路を作る。こうすると、今、農地大変、減反を含めて、非常に、厳しい状況で、違った形の、そういった農業政策が、私はできるんではないかなと。それは岐阜には薬代がありますので、薬代にはすごい薬素園があります。そこへ行って、きっちり、やはり指導を受けながら、やはり、農林部連携しながら、ぜひやっていただきたいなと思います。まあ、時間が、ありませんので、本当は、もう少し、立地の適正化計画、等々、いろんな話がしたかったんですが、やはり、今回は、中心市街地と、庁舎はどんどん進んでいくが、あとどうするかと、空地になってしまうよという部分で、懸念して、私は、中心市街地の質問をさせていただきましたが、やはり、これについては、しっかりした構想を、ぜひ、作っていただきたいという思いで、質問を終わらせていただきます。12番、高橋和江君。ではよろしくお願いします。岐阜市議会無所属クラブを代表して質問させていただきます。無所属クラブからも台風18号の低気圧の影響で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災地の一刻も早い復興を願っております。では質問させていただきます。たくさんの今まで議員さんが、
質問しておりますが、新市庁舎建設について、松野行政部長にまず伺いたいと思います。去年11月の議会で、市庁舎の司町への移転新築が決まり、今年度は基本設計を進めるということです。市民の声を聞く作業が行われておりまして、その、結果も先ほど紹介されましたので、省かせていただきますけれども、私どもの、印象では、全体的にやっぱり少ないんではないかと思いました。無所属クラブでは、秋田市と、それから、豊島区役所を視察してきましたけれども、秋田市では、やはり住民の声を幅広く、取りたいということで、岐阜市も本当にいろんなモニターとかいろんなことやってますが、抜けてるのは、年代層とか地域とか公平に、いろんな幅の広い人の声を聞くっていうところが抜けてるんじゃないかと思います。で、秋田市ではですね、住民課と連携で市全体、男女別、年代別と選別して、100人のモニター、これはメンバーは一定の期間でチェンジしていくんですけれども、このモニターの方にきめ細かく意見を聞き、幅広い声をつかもうとしていました。それから、公募の人が、桁が違うんですね、28人の方が637件の意見を出していました。それから先ほどの市民も、市政モニター以外にもですね、これは無作為の抽出で5000人の声を聞くということもしていました。本当に幅広い声を拾おうとしておりまして、先ほど数字が間違ってたら教えてほしいんですが、岐阜市では570人ということでしたが、秋田では4027件の声が届いております。それから豊島区役所では、こちらはもっときめ細かく手が上がったら3人でも4人でも5人でも駆けつけますということで、時間も問わず、曜日も問わず、本当に一人一人の声を大事にしようという感じですごくやはり意見を聞こうとしていらっしゃいました。そういったところが岐阜市にはちょっとないのかなというふうにも思っております。今後の市民の声を聞く手段、先ほど企画部長が跡地のこともモニターをするということですけれども、同じような声ですと、やっぱり学識経験者とか地域の代表の方とか、やはり幅広く公正にっていうところが、やはり今まで通りだと抜けていくと思いますので、岐阜市の市民の声を聞く方法を今一度新しく加える形で、今のがいけないわけではないんですけれども、特に市政モニターはすごい反応が、インターネットの意見を聞くのですごく確率が高いですって言われたんですが、やっぱり若い世代が多いようですし、そのあたりをぜひ新しく取り組んでいただきたいと思っております。これからどのように取り組んでいかれるのか、そのことを最初に聞かせていただきたいと思います。それから秋田市の場合はですね、今、市長の先ほどの答弁でもありましたけれども、人口はどんどん減少していくんだということを捉えて、その市政もそれに合わせて考えていく、財政もよくは続かないだろうということを言われましたけれども、この新市庁舎建設にあたっては、そういう視点があるんでしょうか。秋田市の場合は20年後の人口に合わせて来年4月に新庁舎が出来上がりますけれども、岐阜市の場合伺うと、そんな先までは考えてない人口のこと、あまり先の人口の構成を考えていないところが大変気になっておりますので、改めていつの時点の人口に合わせた新市庁舎なのかお答えをいただきたいと思います。それからですね、私が参加したタウンミーティングは、議員、私以外の議員入れて12人でしたから、市民は10人だったんですね。で、その中でも、市庁舎建設大賛成という意見はありませんでした。で、むしろ建設費への疑問の声が複数ありまして、合併特例債から90億円、後から国から7割交付されるということだけれども、今、政治の世界は本当に、どう変わるかわからないところがあるし、もしなかった場合のシミュレーションはしているのかという質問もありました。で、そういった中でまた、すいません、秋田市の場合ですけれども、秋田市の場合は、最初やはり、岐阜とよく似てるんですね。43,740平方メートルで、
で、200億円の予算だったんですが、このようにたくさんの5000人近い人の声を聞く中で、やはり、まあ、岐阜市民の、まあ、私の知っている範囲では、まあ、大変お金のことを気にしている方が多いという中、きっと秋田市も同じだろうと思います。そういう中で、最終的には140億円、それから面積も3万3000平方メートルに変わりました。高さ30メートル、来年4月28日完成予定です。まあ、こういったようにですね、市民の声を本気で聞くならば、計画は変わっていくはずだと思うんですね。ですから、200億円、どうのこうのじゃなくて、まず真摯に白紙の状態で市民の声を聞く。もう間に合わないのかもしれませんけれども、今後その跡地の問題とかいろんな時に本気で市民の声を聞く姿勢をぜひ、取り入れていただきたいと思います。それから、豊島区役所の場合は、ここはですね、借入金、平成11年当時で借入金残高が872億円でした。財政再建団体になるかもしれないという中で、本当に必死で、じゃあ、でも市役所を建て替えないといけないという中で、知恵を絞って、市街地再開発事業と、これまでの、視聴者の活用を含めて、視聴者も今貸してるんですね。そのお金とか、それから、この新、新しい視聴者、5月にできたんですけれども、そのマンションからの、収益が、まあ、再開発事業ですので、その中の一員ということで、そのお金が活用できるんですけれども、そういった意味で、市からの持ち出しがなく、新しい市役所が出来上がっています。まあ、これまでの他の自治体が行ったことがない発想ということで、全国初めてのマンション一体型の新庁舎が完成しています。高さ189メートルの複合ビルです。私たち視察を希望したんですが、案内できませんということで、本当に自主的に自分たちで見てきただけなんですが、それぐらい視察が絶えないようです。まあ、岐阜市に戻りますと、200億円という金額が一人歩きしているのではという岐阜市民の声に対して、別の案も考えていただけるように、秋田市のように言われたならということで、3つ案を出して、その中で費用対効果を考えて縮小していったというその柔軟性、市民の声を本当に考えていくならば、この、参加した人の声をどのように生かしていくのか、そして参加していない人の声をどのように捉えていくのか、ぜひこのあたりを、ご回答いただきたいと思います。で、2番目には、岐阜市民病院長の富田市民病院長に伺います。まあ、決算の議会ですので、決算についてまずお尋ねします。昨年度の決算では、消費税のアップにより 2.3 億円の会計基準の見直しで、6億9000万円の支出増、合わせて、その他も合わせると、9億8500万円の赤字、支出増となっています。まあ、私は、病院に関しては、その赤字でも、それは、市民のサービス、そして命を守るということで、それは必要最低限ということもありますけれども、大事なことだと、そのことを質問するのではなくて、市民の皆さんに理解をしてもらうために、まあ、ぜひここでお答えをいただきたい。まあ、医療費は高齢化や医療技術の進歩で年々増えていきます。消費税改定基準の見直し以外で、どういった分野の支出が支出増になったのか、昨年度の利用者数も合わせて教えていただきたいと思います。で、二つ目に、小児病棟に保育士の導入をということで、ぜひご検討いただきたく質問させていただきます。5月に議員視察で新党を中心に病院内を見せていただきました。ヘリポートも、そして今年4月に導入されました、高精度放射線治療装置、ノバリス TX も見せていただきました。すごい機械で、なんか宇宙船に乗るような感じでしたけれども。そして、その後、小児がんなどの治療のために入院しているこの病室、小児血液疾患センターもガラス越しに見せていただきました。感染症にかかりやすいということで、ガラス越しでした。先日、再び訪れたときには、ちょうど2学期の、始業式のときで、院内学校のひばり学級で学ぶ小学生、中学生とも少しお話ができました。みんな頑張っていました。
岐阜市民病院は先月8月から子どもの患者を一箇所にした小児病棟がスタートしています。こういった病気で入院してきた子どもたちの立場に立って不安を和らげ気持ちが明るくなるようサポートするチャイルドライフスペシャリストという、資格を持った人の他の病院での活躍をよく聞きます。まあ、ぬいぐるみの熊さんなどを利用して注射はこうやって打つんだよ、注射痛くないよ、良くなるためにやるんだから頑張ろうねということで恐怖心をなくしていったりするという、まあ、子どもの心に寄り添った大事な働きをしています。まあ、このチャイルドライフスペシャリスト急な導入は無理だとは思いますけれども、せめてまあ、最初の段階として病棟保育士の導入をと思います。付き添いの方のサポートとして、そして保護者や子どもたちの相談役として大変大事な位置になると思います。小児病棟に病棟保育士がいるのは普通のようなんですね。で、市民病院拠点、地域の拠点病院になっているんですけれども、同じように拠点病院として活躍しています。大垣市民病院には3人の、岐阜大学病院には2人、県立総合医療センターにはお一人の保育士さんがいます。拠点病院で小児病棟があって保育士がいるのは当たり前です。保育士の導入で加算もできるということで、先ほど赤字の話を、ちょっと触れましたけれども、保険診療上も推奨されていると思います。岐阜市民病院は先生方の協力でこれも言って、先生方のお話を聞いて分かったんですが、小児病棟の先生方は365日、24時間、小児の診療を皆さんの交代で行っていらっしゃいます。こういったことはなかなか外には分かっていません。まあ、夜間の、小児の診療は分かっていますが、24時間、365日やっていらっしゃるんです。そういった方たちの強い願いもあります。保育士さんの導入で、子どもに優しい病院として、より多くの人の拠り所になったらとの思いで質問です。小児病棟の子どもの患者数、長期の子はどれぐらいいるのか、それも教えていただきたいと思います。そして3番目です。まあ、先ほど冒頭、ご挨拶っていうか、まあ、皆さんにもお伝えしました、関東、東北水害で大変な害がありますけれども、この東北水害で、今朝の新聞にも出ておりますが、上総市役所が浸水して、非常電源に浸水して、災害対策本部がある市役所が2日間機能しなかったということが出ておりました。まあ、岐阜市民病院もそういう意味では大変大事な場所です。災害医療に、対応可能な病院として、地域災害拠点病院、拠点病院として国からの指定も受けています。また市民の期待も大きいものがあります。まあ、岐阜市の場合、これからの内水の水害のことが大変心配されております。今回の水害も先ほど大野議員からありましたが、ギリギリ、まあ、助かっている面もありますけれども、いざ災害の時の体制は大丈夫なのか、すぐ北側に堤防があります市民病院です。去年8月、京都府福知山市の市街地を襲った豪雨災害では、災害拠点病院に指定されている福知山市民病院の周辺道路が冠水して、救急車が入れない状態がありました。また電気システムの故障で、市立が丸一日使用できなかったということです。岐阜市民病院の場合は、こういうふうに堤防の南側に面していますが、内水対策をどのようにしていらっしゃるのか。救急の場合、ヘリコプターの輸送も心強いものがあります。平成24年の新島完成と同時にヘリポートも屋上に設置されました。これまでのヘリコプター患者輸送の実績も伺いたいと思います。そして3番目は福祉部長にお尋ねします。市民貢献人という言葉、耳新しいかもしれませんけれども、今各市町村でこの市民貢献人を作っていこうという動きがあります。平成25年の数字で申し訳ないんですが、市民貢献推進事業の実施をしているのは128の市区町、34の都道府県が実施しております。で、この市民貢献人というのは、まあ、貢献人制度は皆さんご存知のように、まあ、専門家が今までやる例があります。それから親族がなる。
そしてそれに付け加えて、自治体により一定の研修を受けた市民が後見人に選任されるということも今進められています。国挙げて進めています。それはなぜかと言いますと、成年後見をつけることができない、有料ではとても難しいという、まあ、多額の財産がなく困っていらっしゃる方のために、こういう市民後見人を作っていこうということです。で、こういう多額の財産がなく紛争性もない場合について、本人と同じ地域に住む市民が地域密着型の事務を行うということで、ただ簡単になれるのではなくて、地方自治体などが行う後見人養成講座などにより、成年後見制度に関する一定の知識とか技術を身につけます。そして市町村の推薦により、家庭裁判所から選任を受けた場合に、この後見人になるわけですが、後見人になった場合には、また市町村の支援のもとに、いろいろ報酬も含めてですが、支援のもとに後見人として活動することになります。専門家と違って、身近なことをやればいいということも含めて、そして費用も安く済むということで、私の知っている障害者団体もこの勉強を始めてますし、私の知っているある自治会でも、住民の方が勉強を始めています。本当に必要な人が多くいらっしゃるということを岐阜市は、捉えていらっしゃるのか、岐阜市はまだほとんど手つかずの状態ですので、その今後の取り組みを伺いたいと思います。次に放課後デイサービスについてお尋ねします。障害のある子どもに放課後を過ごす場を提供する放課後等デイサービスが全国で広がっております。制度が始まったのは2012年、昨年度の岐阜市の決算報告によりますと、3億1500万円の給付金額となっています。その前の年は2億円でした。大変1年ごとに、人数が増えているわけです。現在、岐阜市には26の事業所があり、327人の子が利用しています。私も夏休み中に2カ所を見学させていただきました。利用者は主に小学生、中学生で、事業所の主体は福祉法人や NPO 法人など様々です。遊ぶだけでなく、学習やダンスを指導するところなどもあります。ただ、この放課後デイサービス、新聞市場でもニュースによく上がるんですけれども、あってはならないことなんですが、他の市町村では虐待があり、新聞報道されております。事業所の定期的な監査が必要です。県は3年に1回程度事業所の監督をしているということですが、岐阜市独自どのようにしているのか、合わせて今後こうやって増加が予想される中、対応をどうされるのかお伺いしたいと思います。最後に教育庁にお尋ねします。この放課後デイサービスに関連してなんですけれども、こういったサービスを利用する子ども以外にも支援を必要としている子が本当に増えています。岐阜市では昨年度スタートした子ども・若者総合支援センター、そして今年4月スタートしました子ども未来部と、それぞれの部署の方が本当に熱心に取り組まれております。合わせて学校の現場で、地域で、どの子も大切な子であるということを理解する機会をもっともっと増やしていかないといけないと思います。現在、47の小学校すべてがコミュニティスクールとなっています。これも岐阜市の誇るところです。コミュニティスクールの会合で、また保護者会などの集まりなど、学校現場でも積極的に取り組んでいただけたらと思います。教育庁のさらなる働きかけも必要と思います。お考えをお聞かせいただきたいと思います。合わせて伺いたいと思います。支援を必要とする子どものことですけれども、小中の特別支援学級の児童生徒は463人。で、去年はよりも34人増です。この子どもたち、学級の子どもたちを支援をするのが、特別支援教育介助員で、小中で現在35人、去年と同じ数です。で、通常学級での支援が必要な子、小中で579人で、去年より43人も増えています。このサポートをするサポーター、ハートフルサポーターは、小中で105人、去年より4人増です。
で、不登校の子は昨年度の数で、ちょっと比較が少し前になりますが、不登校の小中では490人、前の年よりも52人増えています。この不登校の子に対する支援の微笑み相談員は、各中学校区に1人ということで22人です。ずっと22人です。校区の小学校も担当されています。それぞれずっとこう数字を上げさせていただきましたが、すべて支援が必要な子が増えているという現状です。それに対する対応は十分ではないと思います。今後の対応を伺いたいと思います。以上、4人の皆様どうぞよろしくお願いいたします。行政部長、松野正人君。新庁舎建設についての3点のご質問にお答えいたします。まず1点目の市民意見についてでございます。新庁舎の建設は岐阜市100年の体系ともいえる重要な事業であり、市民の皆様のご理解や合意形成を図ることが極めて重要であります。このため今日まで市民の皆様や外部の専門家の方々にご意見を伺いながら事業を進める、いわゆるパブリックインボルブメントの手法を積極的に用いてきたところでございます。最近の主な取り組みをご紹介いたしますと、広報岐阜や市ホームページなどさまざまな媒体を活用した継続的な意見募集に加え、昨年は2月中旬と8月から9月にかけての市民説明会、2100名を対象にした市民アンケート、ご要望に応じて担当者が出向いてご意見をお伺いする出前講座、基本計画案に対するパブリックコメントなどを実施いたしました。本年度の取り組みにつきましては、午前中に市長からご答弁申し上げたとおりでございます。なお、その中に市政モニターへのアンケート調査も実施しております。現在取りまとめ作業を行っておりますが、本年度は約570人の方々から1300件を超えるご意見をいただいております。今後につきましても本年12月末に基本設計案のパブリックコメントを予定しております。次年度の実施設計等におきましても、適切な手法をもって市民の皆様のご意見をお伺いしながら丁寧に事業を進めてまいりたいと考えております。次に2点目の新庁舎の規模についてでございます。新庁舎建設基本計画では、新庁舎の規模を考えるための基本指標の一つとして本市の想定人口を定めております。そしてこの想定人口は岐阜市総合計画に掲げている新庁舎の完成予定時期に最も近い平成32年の推計人口である40万4千人としております。また新庁舎の規模につきましては、同額都市の事例も参考にしながら、国が示し算定基準によって算定し約4万1千平米としたところでございます。今後本格的な人口減少社会の到来に伴う行政サービスの総受給者の減少や ICT の進展などにより行政需要の縮小が考えられます。しかし一方で、少子化の一層の進展や福祉、医療、介護などに対する高齢者のニーズの大幅な増加に加え、地方分家の進展、市民ニーズや生活様式の多様化、複雑化なども相まって、これまで以上に行政需要が増大することも想定されます。従いまして、新庁舎の建設にあたりましては、将来の人口減少や少子高齢化に伴う行政需要の変化に伴う組織機構改革などに柔軟に対応できるよう、効率的で機能性の高い執務空間にするなど、さまざまな工夫を講じてまいりたいと考えております。
最後に3点目の事業費についてでございます。新庁舎建設基本計画では新庁舎の概算事業費を現時点では約200億円と想定しており、これは新庁舎の想定規模と近年庁舎を建設した他都市の事例等をもとに算定したものでございます。正確な事業費につきましては、現在取り組んでいる基本設計において基本的な構造やレイアウト等を決定した後、来年度の実施設計が完了した時点で最新の単価等によって積算の上お示しすることになります。いずれにいたしましても、新庁舎建設にあたりましては最初の経費で最大の効果を上げるという経営的視点に立ち、市民の皆様のご負担や本市の財政運営に与える影響を最小限に抑制することができるよう、建設費のみならず将来の維持管理費にも注意を払い、事業に取り組んでまいりたいと考えております。市民病院長富田栄一君。まず平成26年度岐阜市民病院事業会計決算についてお答えいたします。平成26年度につきましては、議員ご指摘のとおり約9億8500万円の純損失、いわゆる赤字となりました。主な要因といたしましては、会計基準の見直しと消費税増税が大きく影響したものでございます。この他の要因として給与費について平成26年度は人事院勧告によりベースアップがなされたこと、震災復興の財源確保策による給与減額措置が終了したことなど、また薬品費など材料費の増加などにより前年度と比べまして支出が増加しております。一方収益ですが、平成26年度は実質マイナスの診療報酬改定があり、外来患者の延べ人数は375,428人で、前年度に比べ救急患者数の増加や入院治療から外来治療への移行などによって約3500人の増加となって、外来収益は3億円程度増加いたしました。入院は前年度とほぼ同じ収益でわずかな増加となっております。救急車による搬送患者数は4557人で、前年度と比べ126人増加しております。こうした結果、平成26年度決算におきましては赤字となりましたが、会計基準の見直しによる費用の増加は26年度のみに影響したものがございますので、本年度におきましては収支状況は改善するものと考えております。次に岐阜市民病院の現状につきまして、まず小児病棟の在り方についてお答えいたします。平成27年8月末現在、小児病棟に入院されているお子さんは35人でございます。また平成26年度において小児科に入院されたお子さん1339人のうち約 95%、 1270人が入院期間が1ヶ月未満でございました。一方、1ヶ月以上入院されたお子さんは69人ございまして、そのうち半年以上の長期にわたり入院されたお子さんも数名おられます。病気で入院されるお子さんの不安や恐怖心、認知的にも情緒的にも発達途中にあるお子さんですので、成人患者とは異なり、計り知ることができません。議員ご紹介のチャイルドライフスペシャリスト、これは通院や入院などの治療環境にあるお子さんやそのご家族が抱える精神的負担を軽減して主体的に治療に臨めるよう支援する専門職でございますが、平成27年4月において全国の大学病院や小児専門病院を中心に27病院38名配置されております。
また入院しているお子さんに対して病院内での保育を行う病棟保育士を配置している病院もございますが、中核市の状況を見てみますと300床以上の25病院のうち12病院に配置されております。先ほども申し上げましたが、入院しているお子さんには精神的な不安をはじめ大人とは異なるさまざまな問題がございます。また入院しているお子さんのご家族の不安あるいは精神的な負担、そういったものに対する支援も大変重要でございます。市民病院が子どもに優しい病院といたしまして、小児病棟に入院しているお子さんにとって何を注意し何を大切にすべきか、最善の診療環境とはどういったものかと、そういったことを他病院の状況、ご家族のご意見なども踏まえて、病棟保育士やチャイルドライフスペシャリストなどの配置を含めて今後も十分検討してまいりたいと考えております。最後に内水対策についてでありますが、当院は本市の内水ハザードマップによりますと、内水時の場合当院南側道路が浸水する想定とはなっておらず、したがって患者の受け入れは可能であると考えております。一方本市の洪水ハザードマップによりますと、当院の付近の道路は1メーターを超えて浸水する想定となっており、患者の受け入れが困難になることも考えられますが、そのような場合にあっても当院は浸水被害の及ばない場所にも非常用発電機を整備しており、院内の主要な箇所に電気を供給することが可能でございます。また当院は災害拠点病院として西診療所棟の屋上にヘリポートを整備しており、ヘリを活用した患者の受け入れや入院患者の転院搬送を行っており、災害時においても同様な役割を果たすことも可能でございます。なお昨年度のヘリポート使用実績は6件でございます。今後も当院は災害拠点病院としての責務をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。以上でございます。福祉部長松原隆之君。1点目の市民貢献人の要請についてのご質問にお答えいたします。今までに本市において青年貢献制度利用支援事業として市長が申し立てを行った例は、高齢者が74人、知的障害者が3人、精神障害者が4人であり、弁護士、社会福祉士等の専門職が貢献人に選任されております。将来的には高齢化に伴う一人暮らしや認知症高齢者の増加により青年貢献制度の利用が増えることを予測しております。このような中、市民貢献人は地域における日常的な見守りや権利擁護の担い手として、市民が判断能力の低下した市民の暮らしを支えるという一つの意義がございます。しかしながら、市民貢献人が活動するためには養成研修の実施、研修修了者への面接等による意向確認、名簿登録、市が家庭裁判所に推薦する市民貢献人候補者の選考委員会の設置、支援する側とされる側の適切なコーディネート、貢献人活動の質の確保を図るなど、さまざまな課題があります。さらには、市民貢献人の相談支援、監督などに専門職が一貫して関与できるバックアップ体制が不可欠と考えます。先進都市の事例を見ますと、市民貢献人の要請から貢献活動の支援、監督などを一貫して行う体制を整えております。全国的な市民貢献人の選任状況といたしましては、最高裁判所が発表している平成26年の青年貢献人関係事件の概要によりますと、市民貢献人が選任された数は
213人、全体の 0.6% にとどまっており、市民貢献人の活躍も始まったばかりと認識しております。岐阜家庭裁判所においては、弁護士会や税理士会、司法書士会、社会福祉士会、社会福祉協議会、行政などからなる青年貢献に関する協議会が設置されております。ここでの意見を踏まえながら、本市における市民貢献の活動環境の整備へ向け、研究してまいりたいと考えております。続きまして、2点目、放課後等デイサービスについてのご質問にお答えいたします。放課後等デイサービス事業は、平成24年に制度が開始され、事業の終了後、または学校の休業日に生活能力の向上のため、必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を事業所にて行っております。放課後等デイサービス事業の事業者指定は、岐阜県が行っており、その権限に基づいて、県が計画的に実地指導を行っております。本市としましては、障害児通所給付費等の支給に関して、必要がある場合に事業所に立ち入ることができることから、県が実施する実地指導に合わせて、給付費の請求内容が適切であるかという観点で、事業者からの聞き取りや書類の調査を行い、指導しているところです。平成26年度は7事業所、本年度は現在までに5事業所の実地指導に同行しております。また、障害者虐待の通報があった場合は、障害者虐待防止法に基づき、速やかに施設等を訪問し、利用者の安全確認や通報内容の事実確認を行います。虐待と判断される場合は、指定権者である県と連携を図り、対処してまいります。今後とも、県とともに事業所に対する指導を続け、利用者等から事業所の運営に関する情報提供があった場合には、事業所を訪問するなど、実態の把握に努めてまいります。教育長、早川峰夫君。はい。多様な子どもたちへの支援についてご質問いただきました。地域の中で障害のある人もない人も、共に生活するインクルーシブが叫ばれ、温かく優しい社会づくりが目指されている中で、障害のある児童生徒への理解、就職、支援など、学校はもとより、地域、企業など、社会全体で推進していくことが大切です。校長は PTA 総会や学校運営協議会などで、特別支援教育について説明をし、学校代理や PTA 会報などで、活動を紹介し、理解を求めていきます。特別支援学級に在籍している子どもは、通常学級の子らとともに、交流及び共同学習を行っております。学校行事や授業、給食などにおいて共に学ぶ中で、通常学級の児童生徒は大切な仲間であることを理解し、積極的に関わり合いながら生活する姿を目指しております。特別支援学校に在籍する子も、居住地校交流として、居住している小中学校との交流が位置づけられています。障害のある人もない人も、学校のみならず地域の中で温かく見守られ、共に生活するインクルーシブ教育が一層推進されるよう、コミュニティスクールの機能を活用し、地域の理解の、推進及び啓発に進めてまいります。こうした日頃の眼差しが、災害時の避難所での理解や協力にもつながるものと考えております。子どもの発達は、同心円状にバランスよく進むものではなく、でこぼこしており、徐々に社会性を身につけていくものであり、その過程において衝突することはままあります。自分を表現することが苦手で、中にはつい手が出てしまう、大声を出す、物を投げてしまう子もいます。本人がライフスキルとして我慢する方法を徐々に身につけ、周りの子もその特徴をよく理解し、どんな時にそうなるのか、どう接すればいいのか、
いつの段階で特徴を説明することがいいのかなど、きめ細かい配慮を要する指導が発達段階に応じて必要となってまいります。そのためには専門家のアドバイスと保護者の学びも必要となってきます。保護者の皆さんはその分野のさまざまな学びの会や講演会に参加し、積極的に学習していらっしゃいます。また特別支援学級に所属する特別支援教育介助員や通常学級に在籍する発達障害のある児童生徒等を支援するためのハートフルサポーターは平成18年度に初めて配置して以来、実態を見極めながら毎年のように増員してまいりました。学校からはさらなる増員の要望が出されております。発達障害は大きな個人的な教育課題となっております。集団生活に不適を起こしやすい子が増えている実態を踏まえ、指導員の在り方、配置人数などについて検討し、可能な限り対応してまいりたいと考えております。12番高橋和江君。それぞれ皆さん本当にご答弁ありがとうございました。私が一人行ったからすぐ何か通るということではないことは分かりますけれども、次の一歩をぜひ踏み出していただきたいという思いで、特に岐阜市ではスタートしていないことも含めて質問させていただきました。大事なことはまたこれからも議会で質問してまいりますので、ぜひ検討とか研究じゃなくてこうしますというご答弁が聞けるまで頑張って私も、活動していかないといけないんだと皆さんの答弁を聞きながら思いました。まずそれで再出させていただきたいのは行政部長です。やっぱり空気というのか、私が参加したタウンミーティングでもなんかもうしらけちゃってるというのか、まあ岐阜市勝手にやってよね、ただね自分たちの税金高くなるのはやめてよね、破産したらどうなるのという雰囲気だったんです、私の参加したのは。それが本当にギリギリ一生懸命生きて税金払ってる市民の声じゃないかと思うんです。その中で岐阜市も必死で少しでも皆さんの税金を節約してやっていくために頑張りますという案を作っていただきたいんです。秋田市の例をしつこく言いましたけれども、三つも案を作ったんです。皆さんの声を聞きながら。ただ形だけ何人聞きました。はい。じゃあ次の段階で、基本設計移りますとか、そういうことじゃなくて、本当に聞いたならば、例えば秋田市の場合も、完成を10年も延ばして、皆さんの、疑問に答える時間を作ってるんですね。もう今回は岐阜市の場合32年200億という言葉が絶えずこう繰り返されてるんですが、ちょっととどまって市民は追いついていないんです、私の感じでは。そのあたりを真摯に受け止めていただいて、フィードバックしていただく、岐阜市も皆さんの声を聞いて、それでは人口を、まあ20年後に合わせた案はこうです、でそれから予算を150億にしたらこうなります。さあ、どちらを選びますかっていうような感じでですね、ぜひフィードバックしてほしい。もう次の段階行きます。さっさっさっさ。はい。32年になりました。では、みんなが自分の視聴者という感じが持てないんだと思います。ぜひ、他の、せっかく視察してきました秋田市の例を、しつこく言いましたけれども、この3つの、ライフサイクルコストを出したということを真似ていただきたいと思いまして、やっていただけるかどうか算出させていただきます。そして、市民病院長、もちろんお医者さんですから、患者さんの気持ち十分分かっていらっしゃると思います。私、視察させていただいて、新しいその放射線の機械見たときに、これは私は受診できないと思いました。本当に勇気がいります。患者さんもすごく勇気がいるんです。新しいことに挑戦するのは。いくら検査とか、いくら病気を良くするためといっても、やっぱり
すごい心の中では不安があるわけですから、子供だったらより一層そうだと思います。私たち大人はいろんな経験があって、我慢しなくちゃいかんねとか、周りの人も心配してるでちょっと嫌な顔しないでちょっと頑張ってみようかとか、そういうことがありますが、子供が生まれて本当に間もない時に、他の子は学校へ毎日行ってて明るく楽しく暮らしてる中、病院の中で生活をしてるんです。親御さんもいつ急変するかわからない子供のことをいつもいつも心配しながら付き添わなければいけないんです。私もこの間、近所の方で発作が起きた子を持つお母さんから電話がありまして、母子家庭の方です。グッドライフとかいろいろあってもお金が払えない、それで誰か探してくださいということで、私も必死で探しました。一人見つかりまして、なんとか急場をしのぎました。そういった中で、そこに病棟保育士さんがいれば、今日は私頑張りますからどうぞお母さん仕事行ってくださいとかですね、何かやれるし、その不安の保護者の気持ちを受け止めてもらえる、この一人いるかいないか、ゼロか一で全然違うわけです。ですから私はこの検討するという前向きなお声はいただきましたが、一刻も早く病棟保育士をお願いしたいと思います。今日は今回は決算ですので、先ほども言いましたけれども、加算されるんです。何が原因でこれが入れていただけないのか、私は納得できません。もう一回病院長に、いつ頃をめどにどんなお考えでいらっしゃるのか、肉声でお答えいただきたいと思います。それから市民貢献人制度ですが、これから研究していくという、私は答弁をどう聞いたらいいのかわからないんですが、研究していくっていうのはどういうふうに解釈したらいいんでしょうか。ともかく一歩踏み出していただきたい。これもいろいろ制度も含めて毎回聞いてまいりますので、今は本当にゼロの状態です。で、今この貢献人制度があまり岐阜市はないために、結局そういう財産管理ができないとか、困ってらっしゃる方が諦めちゃってるわけですね。そのあたりの現状をしっかり捉えていただきたい。必要度を調べていただいた上で、大きな一歩を踏み出していただきたいと思います。それから教育長もやはり教育者でいらっしゃるので、幅広い、柔らかいお言葉をいただきました。本当に期待してます。ただ、増加する、数字ちょっとしつこく言いましたけど、増加する子どもに合わせてのサポートが十分とは言えないと思います。そのあたり、いろんな事情はあるにしても、現場を見ていただきながら、ぜひ、子どもの支援を力を入れていただきたいと思います。以上、行政部長と市民病院長、再出をお願いいたします。行政部長、松野正人君。新庁舎建設にかかる再質問にお答えいたします。新庁舎建設につきましては、市民の、ご意見を伺いながら進めるということが重要なことだというふうに思っております。また合併特例債を活用いたしまして、32年度までに建設を完了するということも大変重要なことだというふうに考えております。そういうようなことがございまして、新庁舎建設事業につきましては、基本計画に掲げる規模や事業費ありきではなく、最初の経費で最大の効果を上げることを義務付けた地方自治法の精神にのっとり、真に必要な機能や設備等を精査し、できうる限り事業費の縮減に努めてまいりたいというふうに考えております。市民病院長、富田栄一君。小児病棟のあり方についての再質問にお答えいたします。
先ほども申し上げましたように、入院しているお子さんには、本当に病院という非日常的な環境の中において、精神的な不安、緊張、大人とは異なるさまざまな問題がございます。で、こういったことが、子どもの健やかな成長の妨げや、あるいは発達に大きな影響を与えることに、なりかねません。で、同時に、お子さんのご家族も同様に精神的な不安やストレスを抱えている可能性がございます。で、こういったことへの支援が大変重要であるということはもう十分に認識しております。そのため、お子さんだけでなくて、ご家族にとっても、最善の診療環境、診療体制を整えるために、さらに、十分に積極的に検討してまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いします。12番、高橋和江君。すいません、再出すると積極的にもう一歩前に行くのかもしれませんが、市民病院長、ぜひよろしくお願いいたします。本当に、小児科の病棟を行かせていただいたときに、なんか本当に子どもたちに少しでも幸せな気持ちになってほしいな、親御さんの気持ちを受け止める場所が欲しいなと本当に思いました。そういったことを十分分かっていただいている病院長ですので、拠点病院として地域の心に寄り添ったということを基本方針に掲げていらっしゃいますので、ぜひお願いしたいと思います。行政部長にはもう一回伺いますが、結局私分からないんですが、ライフサイクルコスト費用対効果を合わせた案を別の案を作ってくれるのかくれないのかお答えなかったと思うんですが、あったんでしょうか、私聞き違いでしょうか。ぜひもうね、市民の声を聞くならばやっぱりもう一歩同じ答弁をされてても、じゃああんまり聞く耳持たないのかって市民は解釈しちゃうんです。市民はなぜ参加しないかというと、答えてくれないんだろうというところがあるからなんです。まあそういうふうに断定しちゃいけないんでしょうけれども、やっぱり言ったことを何かやってもらえるなら参加しようか、じゃあなんかもっとアイデアも出そうかとかなるんですよ。そのあたりの空気が、はい。で、それからごめんなさい、もう一つ言わせてもらいますと、ワークショップ、この司会をしてたのが業者の方だったということで、私は参加できなかったんですが、ある人が、なんかやっぱりもう、ある程度、案が出てるために、その案に関する質問をすると、あ、そうですと、わーっと説明するけども、そうじゃない質問をすると、スーッとスルーされてしまうということで、なんかその、これもありきって感じがして、その方は、3回のうち1回で出るのをやめてしまったそうです。だから職員の方、本当に今7人の方が今回も議会でたくさん質問が集中してます。一生懸命やってるし、一生懸命モニターもしてるし、大変だなと思う中であんまり報われないかなと、もしかして思ってらっしゃるかもしれませんが、でもそれは一緒に考えていきたいという市民の声を受け止めてもらえればすぐ反応があるわけです。ですから、変わらないんじゃなくて、変わってほしいんです。そうすると市民も変わります。ぜひみんなの楽しい、メディアコスモスの話が何回も出てきますけれども、やっぱりそういう場所になれるように、市民の意向に沿った、もうちょっと縮小した案を作ってくれるか、それにするとかしないとかは別として、また判断しましょう、みんなで市民も含めて。ぜひお答えいただきたいと思います。行政部長、松野正人君。新社用車建設にかかります再質問にお答えいたします。まず建設費用の関係で、ライフサイクルコストを縮小するということで、答弁をしてないんではないかというお話でございますが、概算事業費でございますが、現時点では約200億円というふうで想定しているということで、
お話しさせていただきました。また正確な事業費につきましては現在取り組んでいる基本設計において基本的な構造やレイアウト等を検討した後、来年度の実施設計が完成した時点で最新の単価等によって積算の上お示しすることになりますというふうにお答えさせていただきました。それから、先ほど、市民の、ご意見をお伺いすることは重要だというふうにお答えさせていただきました。それで市民の皆様のご意見をこれからも丁寧にお伺いいたしまして基本設計等に生かしてまいりたいというふうには考えております。この際しばらく休憩します。休憩時間はおよそ30分間とします。